い、聞こえてますでしょうか。聞こえてますでしょうか。ちょっとみんなが集まるのを若干待ちましょうか。あ、喉がおかしい。ちょっとライブ配信までちょっと時間置きますね。ちょっと今ね、実はスーパーチャットとかで、あの、この画面上はドローンの画面になっちゃってるので、チャットでコメントくださっててもちょっと読め、ここでは読めないんですけど、でもぜひね、見てる人同士で交流の場として使ってください。昨日はここが良かったよとか、そういったことをね、どんどん書き込んだりしながら情報交換していってくれたら嬉しいなと思います。どうかな。実はね、もうこれすでにドローンで撮影をしています。ドローンの DJI のね、ドローンのライブ配信機能を使って、今生の情報を海から上空からお届けしていきますというのがね、このドローンライブ配信の趣旨なんですけど、初めての人はぜひぜひ、ひろき長沢 YouTube チャンネル登録しておいてください。こういったですね、ドローンを使ったライブ配信の波情報だったり、あとは海辺のそばでクリエイティブに生きる、まあ、ヒントになるような映像をビデオログ、ブログとして配信してたりします。もともとはね、ハワイに4年間住んでいたんですけど、それで帰国する前に、帰国する模様をブログ映像に残そうと思って始めたのがきっかけですね。それが2年前かな、2年ちょっと前で、今回ライブ配信も実は3シーズン目になります。こんなことをやり始めて、はい、ということでそろそろいいかな。じゃあ、早速ライブ配信を開始します。今日はですね、5月25日土曜日、時間は朝の7時19分になったところです。もうね、真夏日の週末ですよ。茅ヶ崎は27度まで上げるそうです。あの、運動会もある人も多いみたいなので、熱中症には気をつけてください。ということで早速じゃあ上空から見ていきましょう。いきますよ。いいですか。よ、はい、こんな感じです。今ね、場所はね、つうかね、まずね、何気にあるんですよ。全然期待していなかったんだけど、何気にあります。サイズはね、腰から腹かな、腹ぐらいありますね。うん。で、潮が今上げてる時間なんだけど、十分できてますね。びっくり、ちょっとこんなにいいとは思わなかったので、ちょっとびっくりしてます。はい、場所はですね、今右の方、はい、こちらパークのちょっと左に来たところですね。ちょっと上げてみますね。ここで今回はドローンライブ配信をしていきます。はい、まずは潮回りから見ていきましょう。今日はですね、中潮です。上げが朝の7時半と夜の22時半ですね。で、下げが午後の15時3時ですね。なので今の時間が、まあ、上げいっぱいで、ここから午後に向けて引いていくという感じでございます。なのでまだまだね、割れていくとこは増えていくんじゃないかなという感じですね。今もね、ちょっと厚めの波ではあるので、ロングが多めですね。ロングの方が多い。あとサップの人も目の前何人かいます。風はね、今若干だけどオフが吹いてますね。若干ね。でもなんかもうすぐオンに変わりそうな勢いだな、これな。メンツルの波が好きな人はなるべく早めの入水がいいと思いますね。ちょっとチーパー、地産方面も見ていきましょう。見えるかな。若干ね、逆光で見にくいかもしれないのだけど、お、アウトサイド来ましたね。入ってきましたね。ほら、こんなね、ちょっとつながり気味だけど、ここはどうでしょう。いいんじゃない。まあ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 、もう一本。はい、こんな感じですね。結構コンスタントにポンポンポンと入ってきてますね。はい、先ほどの地産のチーパー方面の続き、
上げて上から見ましょうか。気持ちどうだろうな、白樺の方からずっとね回ってきたんですけど、白樺裏パークは割れてませんでした、ちなみに。で、意外と今日はねパークがね綺麗に割れていて、パークのすぐ左ね、ヘッドランドのすぐ左、形が良かったですね。で、パークの左、今いるところは若干つながり気味のブレーク、そしてチーパーの方は、こっちも良さそうですね、コンスタントにラム数が多いのはチーパーかもしれない、地産方面かもしれないという感じですね。はい、あとはねちょっとね波待ちをしつつ、今日前回ね、平井大さんのイベント覚えてますか。僕もブログを作って、平井大さん自らコメントを書いてくれたりしたことがあったんですけど、今日はねそんな感じのイベントが、またサザンビーチで今日明日と行われますね。ちょっと待ってくださいね、情報を引っ張り出しましょう。波を見ながら、湘南祭を、どうだ、いけるか、あ、いいか。今日はね湘南祭があります。朝ね10時から16時だそうですよ。そうだからね、その準備、あとあれだ、多分ね一中で運動会があるんじゃないかな。だからねもしかしたらその関係、そういったイベントごとの関係で、海がねこんだけ波がいいんだけど比較的空いてる方だと思いますね。今日はねもっと混んでてもおかしくない土曜日なんだけど、真夏日の朝、比較的空いてるのはその辺のイベントが関係してるのかもしれないですね。まあもしくはもう運動会の前に早めの1ラウンド終わらせちまえと言って入っているお父さんたちも結構たくさんいるんじゃないかなと思います。そういえばキッズが少ないかもね今日はね。その辺の情報なんかあればぜひぜひコメント欄に書いてですね、みんなに情報シェアしておいてください。はい、ちなみに湘南祭はですねメインステージとサザンシーステージとか言って、そういった感じでいろんなステージがあったりして、そこでフラだったりバンドをやってたりしますね。あとね、名物としては B さん飛ばし、ね、B さん飛ばし大会みたいなものが結構この茅ヶ崎のイベントではね盛り上がったりします。あとこれ去年あったのかな知らないけど、スキムボードコンテストなんかあるみたいですね。だからスキムボード得意な人なんか参加してみてはいかがでしょうか。あとは砂浜ボクシングだったりサッカーね、この辺は定番だね、やってますねいつもね。あと屋台か、なんといってもまあ屋台がたくさん出ているので、昼間からもう飲んだくれちゃってくださいという感じですね今日は。そうね、去年も一昨年も実は行ってはいるんですけど、毎回忘れて、なんつうの、閉店イベント終了ギリギリになっちゃってましたね確かね。だから今年はちょっと今日は難しいんですけど、明日参加しようかなという感じです。はい、あとそうだな、ちょっとそんなところだと思うんですけど、そろそろ台風が多分来る頃ですね。去年で言うとね、今昔のちょっと見てたんですけどね、6月のね頭中旬ぐらいかな、台風5号が入ってきてましたね。その時の映像なんかもアップしてます、リンク貼っておきます。だからもうそろそろ台風シーズンに入ってくるのかな、もしかしたらね。例年梅雨がしとしとというよりね、もうどんどんなんかゲリラ豪雨化してきて、あんまり雨降んないんだけど局地だけでガンガン降ると、で波はなんか早めに台風シーズン前から入ってくるみたいな感じでしたよね去年もね。今年もそんな長いになってくるんじゃないかなと思いつつ、まあ被害はないように願うばかりですけど、楽しくね海辺で生活できればなと思います。
もし海で生活したいな、海辺で生活したいなって考えている人なんかがいれば、今日のイベントみたいなのはちょっといいかもしれないですね。おー、まあいいじゃないですか。波としてはね、今基本的に潮が上げているのでメロな感じで、ショートでガンガン行くというよりロング向けですね。あとサップなんかもね、風がないからいいかもしれないですね。はい、今日は一旦そんなところかな。以上だと思います。ぜひぜひこのようなですね、ちょっと戻しますね。ドローンライブ配信やってますので、あと海辺でクリエイティブに生きるという趣旨のビデオログをやってますので、もしよかったらぜひぜひこの辺にですね、サブスクライブボタン貼っておきますので登録しておいてください。あと YouTube の仕様でですね、ベルマークがあって、それをクリックしておいていただけると映像が、更新された時にアラートが行くようになってますので、もしよければそっちもクリックしておいてください。ではでは、ということで、まあ、Have a fun, another beautiful day. See you guys later. Bye for now. じゃあねー。良い週末を。バイバイ。